チョコモナカジャンボは森永製菓より販売されているアイスクリームである。モナカのアイスに板チョコレートが挟まったアイスクリームである。真ん中に挟まっているチョコレートの他にアイスの水分がモナカに移り、ふやけることを防ぐため、モナカの内側にはチョコレートオイルがコーティングされている。1972年、チョコモナカとして販売を開始。 チョコレートメーカーならではのアイスをテーマに開発された。当時は、モナカの内側にチョコスプレーをかけただけであった。現在のようにチョコレートが挟まれるようになったのは、チョコモナカジャンボと名称を改めた1996年からで、ある。以後も商品名は変わらずとも、キャッチコピーがたびたび変わっている。パリパリ食感が売りなため、製造から店頭に並ぶまで、5日以内を目標に、している。 チョコジャンボモナカと言われることがあるが誤りである。姉妹品として2011年より発売。当初は中部、北陸、関西だけの地域限定販売だったが、2013年より全国販売となった。企画ではアイスミルクに分類されるチョコモナカジャンボに対し、こちらはアイスクリームに分類される。モナカの内側にホワイトチョコレートがコーティングされている。 2017年8月には受給逼迫したチョコモナカジャンボーの供給に集中するため生産が一時停止となった。ありがとうございます。